柳津町の県民リポーター山猫です。今日は下部中地区の人形万尿を紹介します。ご飯で食べた箸を持ち寄って自分の痛いところに刺して、それに火をつけて一緒に持って行ってもらおうという。納豆ずっとくれよ、人形万尿くれよ、納豆ずっとくれよ。家族の家内安全と無病息災と地域の安寧を願ってお祈りをしてます。本当に祈りの原点のようなそんなお祭りだと思います。